gotta find the others. I hope I'm doing this right. Holy shit, is that a dead body?
それではね、今からジェイソンの家まで行ってきます。ジェイソンの家はどこにあるか大体もう覚えたんだけど、ここです。マップがね、今までなかったからちょっと苦戦したけどね、大きい建物の右側にあるっていうのがね、覚えたからね。じゃあこれから入っていこうかな。はい、ここでね、ジェイソンが気づくんです。お母さんが喋るんでね、ジェイソンの方で。で、ここを急いで出ます。で、アビリティがね、ジェイソンの方に溜まってたら、一気にここに飛んでくるけど、溜まってないみたいですね、あまり。この道は一本道だから、まっすぐ行くしかないけど。あ、こっちのスタミナが切れてきたかな。ビリビリって言ったらジェイソン来た合図だから急いで逃げよう。この辺であれ待機しようか。これで今ね、スタミナ回復中、下のところね。で、ここからなるべく離れて遠くまで行こう。もういいかなってところにまで来たけどね。あ、警察の、もし警察呼んだらいい感じのとこまで来てるけど、警察誰も呼んでないし、ガソリンがないみたいだな。今ね、服装違うでしょ、これ。お母さんのセーター着てるんだよね。映画でパート1で、なんだっけ、女の人が首跳ねた時のお母さんが着てた服。で、ジェイソンに襲われた時にこれを使うと、ジェイソンの動きを一瞬だけ止めることができるんだよね。ジェイソン、なんだっけ？お母さんだよ、みたいなこと言って。ジェイソンはね、マザコンなのかな？でも、ジェイソン、筋肉隆々で、すごいよね。この人はね、メイソン、マイソンかな？マソン。マソンさん。マソン姉さん、なかなか頭もいいし、修理もできて、ステルスもね、強い、ステルスの能力が高いかな。割と使いやすい。鍵閉まってる。もう見終わったのかな、これ。あれ、車が向こう行っちゃった。あれ、しかもみんな乗ってるし。みんな乗ってんじゃない？ 1,2,1,2,3,4。最悪だな。置いてかれちゃった。なんでこれバレちゃうのかな。外国人の人とやってるといつもバレやすいんだけどな。
た来た。ほれほれ、なんでかなと思うんだけど。ボイスチャットでなんかね、言ってるんじゃないかって思うぐらい 見分けられるよね。気づかれやすいっていうか。Jason, mother is talking to you. Put the weapon down and come to mommy. That's a good boy. That's my... まっすぐ来てるね。これが窓がない。後ろに。入ってきたか。回復中。なんか来たか。なんで来るかな、結構分かっちゃうな。バレてるね。窓窓。
どうだ、これで逃げれるかな。俺は持ってるんだぜ、これを。よし。音がなくなったし。まだあるか。よし、帰った。逃げた逃げた。逃げれた逃げた。Mommy is proud of you, Jason. But it's time to come home now.次はちょっとね、なんだろう、このジェイソンでも使ってみようかな。